水と大型猫ウィンくんクーちゃんの場合、我が家のデカ猫メインクーンのクーちゃん2歳、お風呂に入ってくることに抵抗がなくなってきたので蛇口からの流水で誘ってみることにしました。猫は人より水の味に敏感、汲み立ての水や水源からの水にこだわりがあります。よく蛇口から直で飲んでいる猫ちゃんがいるので、クーちゃんもやるかなと思い、こうして洗面器を置いてみました。が、見てるだけで飲もうとしないね。水音と波紋が気になるのかな。メインクーンのルーツは船乗り猫とも言われているので、水には抵抗がない方だとは思うのですけど、やはり慎重な性格なので今のところは観察だけです。パシャパシャ水を弾いて遊ぶ姿を期待したけど、そうはいかないか。野生の猫は大半の水分を獲物から取るため、あまり水は飲みません。ペット化した猫はペットフードなどを食べるので水が必要。猫の1日あたりに必要な水分量はおおよそ体重1キロにつき 50ml が目安。クーちゃんは9キロだから 450ml? 毎日 500ml ペットボトルで半分ぐらいなので、そんなに飲んではいない感じですけどね。おしっこ行ってくる。少年は水飲みすぎじゃない？生き物が生きていくために必要な水。人間の場合、体内の水分の 20% が失われると生きていけません。体重50キロの人なら10キロ分、10リットルの水がなくなると死んでしまいます。血液の 90% は水分で、血液から水分がなくなると体に栄養が届けられなくなります。酸素も血液に溶かされ体のすべての細胞に送られています。そして尿は血液の中から体に悪いものを水に溶かして体外に出す働きをしています。毒針が危ないので砂に埋められた赤い。人間は食べ物がなかったとしても2、3週間は生きられるけれど、水を一滴も飲まないと 4、5日で死んでしまいます。猫は砂漠地帯出身の動物で、もともと水をあまり飲まなくても生きていくことができる生き物ですが、ドライフード中心の場合は水を飲む量が少ないと泌尿器系の病気にかかる可能性が高くなります。逆に飲みすぎも肝機能が低下しているなど病気の疑いがあるので注意が必要です。クーちゃんは水に満足してそろそろ外に出たいようです。自分では戸を開けられないので、開けてと来るクーちゃん、待ってくれるのかな。少年のお絵かきタイムはアサリ。模様がそれぞれあって面白いね。水管を出しているところを描いてみたよ。完成。チャンネル登録よろしくね。